栃木県入りにくいなお住まいのラジオネームジロちゃんさんからメールいただきました。ありがとうございます。この土日は娘が通う高校で文化祭が行われています。文化祭や学園祭は学生にとって大切なイベント。僕は昨日妻と行ってきました。頑張っている娘の姿が見られて嬉しかったです。久保アナの文化祭学園祭の思い出も聞いてみたいです。高校の時思い出ありますね。確か高校2年生の時にミュージカルを踊るというのが私たちの伝統で、私のクラスは美女と野獣だったと思うんですけれども、人生最初で最後のメイド服着ましたね。おそらく食器使用人どっちか の役柄だったと思うんですけれど、その格好で当時好きだった彼は違うクラスだったんですけれど、アリエルの王子役をしていたので、その彼とどうしてもツーショットを撮りたくて行ったんですけど、撮れずにスリーショットになった思い出がありますね。毎日大阪の大きな川淀川の河川敷で練習しておりました。水が出るかでしょうか。皆さん暑い日が続きますけれども、どうぞ頑張ってください。思い出に残ります。この後はお知らせを挟んで文化放送ニュース天気予報交通情報をお伝えします。3000円になった方も。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、バイセルは着物を高く買い取ります。少ないけど大丈夫？大丈夫です。1点からでもお受けいたします。うちに来てもらうとお金かかる。生命保険ってないから車の保険をやってないのかね。出張料も査定料も第一生命とかあんまり聞かないからさ、車の保険料みんな子会社がやってんだよ。お得なキャンペーンも実施中ですので、うん、お気軽にご依頼ください。なら頼もうかしら。大きいところの生命保険会社の名前は出てないけど、うん、みんな子会社がやってんだよ。出張査定してみませんか。ご予約はお電話一本 0120-949-00。 そうか、生命保険のボタンにも一応何か聞かれたことあるからね、うん、車の件どうしてるかって入ってます。電話で使ってますと一回じゃあ総書類も見積もり書を持ってきてください。どういう内容になるか。アバスリースペシャルグッズセットが販売中です。抽選で80名様を増上寺電子観客席にご招待。文化放送重症保険は大体会場保険が多いじゃん、もともとの保険屋が。小柳ゆきライブ神奈月の音楽会2023開催決定。東京公演は10月21日土曜日経ホール。チケット情報など詳しくは小柳ゆきみんな車の保険が子会社になってんだよね。自転車保険まで儲かんだろうね、うん、儲かる職種だろうね、うん、集めた金でもってああいう株とか投資とかやってからあれ損しなきゃ、うん、すげえな、トヨタの看板がでっけえ、新しいの作ったからでっけえく作ったんだ看板。右肘は手術を含めた医療措置を可能な限り早く受けると語りました。右の脇腹は15日の MRI 検査の結果、すごく古かったからな、お店が事務所が今シーズンを終える決断を下したということです。北朝鮮メディアは今日、金正恩朝鮮労働党総書記がロシア極東ウラジオストクでロシアのショイグ国防相と実務的な問題で建設的な意見を交わしたと伝えました。今車屋さんもお店が立派じゃないとダメなんだよな、うん、ロシアとの軍事協力拡大を重視していると強調した形です。大きい店舗を作って大型店舗で作ってるのもあるやん。店を減らして大きい店舗何店舗とか使った方がいいんじゃない。これを集めるんでしょう、うん、だって車だからちょっと離れたって関係ねえから、うん、足はね、53m78cm で優勝しました。日本勢がファイナルを制するのは初めてです。北口は今シーズン4勝目さっきはだからショッピングモールに、ね、進出とかそういうのに文化放送ニュースでした。勝つ気じゃないの、うん、あれがね、うん
ダイオンとかに出しておいて、で、その間に整備しておいてもらうと、ご協力してもらうって。気象協会から岡本さん、お願いします。はい、お伝えします。関東地方、この後は雲の多いところも晴れ間が広がってきて、まあ、一番いいのはああいうイオンとかああいうスーパーの中にあのあれがオイル交換とかできるように整備工場作っておいて、うん、そのと買い物してる時に、うん、あれができオイル交換できるとかってやっとかない、それが一番いい、一番いいよね、点検とか。まあそうすると来る人が多いから予約が必要になったんだろうけど、晴れて体に応えた暑さが続きます。お出かけ日和になりますが、暑さ対策をしっかりと行ってください。この先水曜日までは晴れて厳しい残暑が続きます。ただ木曜日から今のディネも同じだから、ディネも同じだから同じことだから、朝晩を中心に涼しくなりますので服装でうまく調節してください。こちらからは以上です。はい、岡本さん、どうもありがとうございました。ストップ。ガソリンスタンド潰れってことはありえないよな。こんだけ周りに農家で車1軒の12台も3台持ってんだもんな。まあ家がこうと電気重視な分かるじゃん、うん、ああいうふうにスタンドがどん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 ちっちゃい人が減ってくから、うん、ああいう本当に大きい町まで行かないとガソリンスタンドがないよっていうのは田舎だと起きてくるから。そうだよ、ただを見てるのはなんかあの電気自動車が一番いいよ、ね、止まってる時間のが多いんだもん、うん、それでは今日のアコースティックギターヤマハさんのストーリーを。ただ今の電気自動車はほらコンセントから直にできねえからよ、それがあれだよ、やっぱネックなんだよ。やっぱりほらそういう人たちはそのなんだ充電のあれが10万でも15万でもすればその元を取るのにやっぱりそれなりにあれにかかるじゃん、ペイなるするまでがよ、うん、乗らねえんだから、うん、どこでもいけないな、もうちょい車がこうまっすぐにしてたらいいんだ、まっすぐなってりゃいけんだよ、うん、いけないんだね、うん、後ろの人のことなんか考えてねえよ、言ってもしょうがない、しょうがないね、うん、まあなんであの時点でハンドル切ったか知らないけどね、ことのこと疑問だけどね、うん、いやそれはしょうがない、自分のことしか考えてない、うん、だから、うん、毎日同じことやってるね、そんな運転で事故ねえよな、それはしょうがねえ、前の車避けるからよ、避けるから。
願いいたします。そしてギターの練習こんな風にすればというアドバイスもハッシュタグ。だから自分もそういう車見れば避けるんでしょ、うん、だから。さてこの後私のインスタ配信してるんですけれども、11時からは音を出して配信いたしますので、よろしければご参加ください。今日誕生日というリスナーさんもいらっしゃるんですね。文京区にお住まいの小林陳さん、ま、た早めにリンクあげる人は、あれが本当でしょ。東京都大田区にお住まいの中山純一さんは、明日18日がお誕生日、45歳ということで、ハッピーバースデーです。私の母、明日誕生日なので、一緒ですね、純一さん。良い一日をお過ごしください。この後11時からは、佐田正さんがお届けする1時の気の回り、12時からは、千倉まりさんのミスリーデーリクエストパレードプリンセクシー。午後2時からの、撮るたび思うけど、もうこれどうしようもねえんだね。壊すにも金かかるし。それにしても車多いね。この辺はこんなもんで、この辺はこの出入りがあるからしょうがねえんだけど、いつもそうだ。こっち妖怪千葉からこっち来ると車多くなる。外へ出るっていうのもいいね。そうですね。最初に言われてた企画です。外に出ようよ。また高いだろ中古屋も、ね、あんだけ立ってても高いだろ中古屋も。先々週のおみくじをめくってね、なぜか持ってます。まだ大吉だよ。まだ大吉、ね、まだ大吉です。願い事、望み事を変えることです。喜び事がたくさんありましょう。すごいね。もうコンサートツアー始まりましたからね、私。全国ツアーに入りましてね、もう川口リリアが終わり、松浦商店さんで天下取りご飯作ってるうちに、はいはい、川口リリアが終わり、市川市の文化会館も終わり、明日は広島ですよ、私。広島でグレープです。明後日は広島でさだまさしです。2日続きなんですよ。ねえ。それからなんか個人じゃあれかな、なんか祭りでもあるのかな、うん、いっぱい泊まってるから車が落ちてくる。東海大将。ああ、そこ神社、ね、本日はまあ 9.11 あたり。神社は分かんねえ。さまざまなことをね、思いますよね。ああいう、まあ、テロっていう言葉が我々の胸の中にですね、深く染み込んだ一番大きなきっかけになりましたかね。私は何も知らず、私はね、吉井久蔵さんと一宮におりましてね、ああ愛知ってとか歌ってね、君を愛知って一宮とか歌っててね、木曽川は越えてきたって歌ってましたよ。あんなことがあるとは知らず、帰る瞬間ここの会社も総武産業って言うんだけど、その前お店やなんかみんなあれ土地貸してんのかね。そんなわけでもってですね、大変なことになっているわけですけれども、道路口はさ、今週はなんかスタジオでちょっと落ち着いたことないガス屋、燃料なんやなんだっけ、ガス屋ってスタンドやったり、あそこにあれがあったんだもん、ガスのタンクがで、ボンベ詰めてたで、向こうの方に、田んぼの方に引っ越してボンベ詰めんの。佐田正史とか言われなかったから、あ、これはちょっと行きやすい。この車がいたから、あの頃曲がるのにあんなに行くようになったの。そうか、コース行ったけど、あそこはあの名物ってなんかね、元々曲がった時行くので、後ろにマークつけてたらしょうがないけど、
田舎の方が年寄りマークつけてる車多いな、うん、あの後ろに、危ねえか作れやって、うん、受けれるんでしょ、まあ、そういうのもあるのかもしれないけど、つけたからって意味はないんだけどな。一時の気の迷いで深夜放送始めた。はーい、坂本です。今日はスタジオでね、はい、先週おー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 おっかねえね、ひでえね、帰りにチャリ見てないんだね、うん、あれ引くよ、間違いなく引くよ。あーひでえや、公園先生のもね、チャリの方が止まってるもん、びっくりして、まさか出てくると思わなかったんだ、あの人は。あがっちゃうべて、ガツンって、わらと、うん、まあそんな感じですけどね、うん、がわらとチャリンコ倒して、痛い痛い痛いって音がするか、ね、うん、じゃ事故になるから、なくても、ま、車出てきたから、取れちゃいましたってば。くれぐれも体にはね、気をつけて、頑張っていきたいと思う。今日は色々相当焦るで、あの人、女の人だから。2週間なんかそう、どうしようどうしようなっちゃう、ね、今日はどうしようじゃねえ、お前がやったんだよって。お前がっチャリ来てるの見てないんだよ。だからあそこガチャンとバレるとでっかい音させて、そしたら何言ったタレコ取られて、あの人相当青い顔して出てくるよ。見てやってるよ、一生懸命なんか。おばさんにね、エンジンボンネット開けてなんか一生懸命言ってるよ。あれ、追い込みしばらくしないからやった方がいいんじゃないですかって言うんじゃないですか。あ、そりゃいいことだ、売れるから。7時の気の迷い、この番組は未来の当たり前を作るビッグモーターで追い交換したんで、 IC から見てくれますかって言うけど肩の痛みでも、辛い腰の痛みでも、ささっとひと塗りバンテリン、効き目の成分がススンと痛い体まで入っていって、痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン効和液アルファの効き目です。痛いとくればバンテリン。第2類医薬品です。ノービジョンってご存知ですか。生活に支障があることが人には分かりづらいノービジョンを知ってほしいと、ノービジョン当事者が作った番組、知っていますか。ノービジョン0と1の間ボリューム3、放送は9月18日月曜日午前10時からです。文化放送を流してくださっているお店やオフィスの皆様、いつもありがとうございます。宇佐美でもって何かあるよ、オイル大丈夫ですか。ポータルサイト大丈夫っていうけど、文化フレンズをご存知ですか。文化フレンズはボンネット開けていいですかって何回か言われたことある。ここだとここだといいです。文化放送の好きな番組やパーソナリティを共有して、でもギリギリ任せてるから大丈夫、広げていきましょう。お店やオフィスのことも宣伝します。開けても俺は言う、開けてもいいけど大丈夫だよって言うけど、開けるのはいいよ、別にまた元に戻してくれ、いいんだ。開けるとこ何もしないからね、うん、何もしないよ。高山雄三です。人生100年時代、これからの生き方、この仕方が大事です。高山さん流活力あふれる生き方のヒントがたくさん詰まってます。高山雄三、俺は100まで生きると決めた。文化放送ポッドキャスト QR で配信中。加藤登紀子ほろ酔いコンサート2023、千葉銀商品だ、これ昔の千葉銀をこっちに書いたんだよ、昔の銀行のあれをこっちに書いたんだ、証券会社に書いたんだよ。心温まる歌と美酒をお楽しみください。あれか、田舎の人生マラソンでも最近そういう投資ってやってるから、そういうふうに興味ある人が増えたのか。あれだろう、やっぱり進めるんだろう、あの小金持ってる人が多いから、うん、そうそう、まあ確かに銀行とかだったらね、元金を保証しますので、それは本当だろうからね。皆様、皆様、こんばんは。はい、今週は、手元にあるね。いつも夕方の忙しい時間帯に聞けてなくてごめん。全部出してみてもね。何十個かに。この前ギターの話が出ましたね。今年からギターを弾くぞと新年に、古くからある小さな楽器屋さんに向き、色や見た目を取るか、メーカーを取るか。この辺の年寄りはみんな小金持ってるんでしょうか。持ってると思うよ、農
他の人は。音の良さわかりました。すごいですね。あのせがれに譲っちゃった人は別だけど、うん、だからうち飛行機のうち1割が閉じてみませんかって。相続をせがれに譲った人はね、しちゃったもんしょうがないけど。ところで吉田さんはギターストラップつけて立って弾いたりはしないのですか？エレキギターはね、せがれがやってるかもしれないもんね。時代には立ってストラップで弾いてましたけど、2人で、ステージをやるときには、まあ、彼はあの、フォークギタリストじゃなくて、まあ、エレキギタリストとか、まあ、ジャズギタリストなんで、座って弾くことが多いですね。やってくるのね。やってくるの。難しい上の方のコードとか、手をたくさん縦にこう、指板に沿って動かすにはね、立ってるとね結構大変なんですよね、うん、座ってる方が割と楽なんで、そういう意味では吉田は比較的座ってる、今でもね座ってます。明日は広島でグレープやるんですけどね、多分座ってますそうそう。で何しろね宮島にレクロってお店がありましてね、で僕の黒越勇っていう高校の国学院高校の2年の時の同級生が宮島にお店出してるんですよ。こいつは料理オリンピックで金メダルを取ったような腕のやつなんですけどね。でそのレクロを使いましたお店を使ってね、やっぱ高校時代の同級生だった造形彫刻家の小針寿章っていうのがいるんですよ、こいつも、うん、おじさんは車は掃除するおじさんなのか、全部開けちゃって何枚も書いてくれて、小倉弘香2人店をこの黒星の店でやってるんですよ、で、ぜひともね、よろしければレッグあそこでやってんじゃサビやな、熱いやな、はい、お二人の作品など、見てやっていただきたい、素晴らしいものありますね。欲しければ売るよって偉そうなこと言ってる欲しくなくても買ってあげてください、まあね、たくさんのーメールがいただいております。堺のまっさん、大阪府の堺市の方です。私の一時の気の迷い、いらっしゃい。この5月から50年ぶりに音楽教室に通いを始めました。50年ぶりに音楽教室に通うっていいなぁ、豊かで心が。小学生の時はピアノを少し習いましたが、還暦すぎてからの楽器は花本面白くてユニークな先生のレッスン、30分が楽しかったし、一時の気の迷いの挙句月2回のレッスンを受け始めました。一緒に習っている80歳ぐらいのこれまた面白いおじいちゃんと2人で少しずつ上達していきたいと思います、ね、手だけならまだなんとか叩けるんですけど、両足でもリズムを取るので混乱して、ここんちはあれなのかね、前のこれ畑潰してスキヤやったの、これせがれか誰にも明かしたい。孫はあれなのかね、始めたのかね。そう高くないのですが、手作りキットも売っているので、こういうのってチェーン店でしょ、だと思うよ。コンビニと同じでしょ。初めてすぐに買って帰りました。都会へ出かけるのも久しぶりで、教室向かいにあるデパ地下で高価な美味しそうなものを眺めては、わかんない時期がわかんない。でもチェーン店だったらバイトにストローペーションでやらないだろ。でもわかんないけど、過去はね自分で作るもんです。あれはもともと変更層のコンビニみたいな感じか、なんか楽器をやりたいんだけども、うん、あれをチンテだからフランチャイズじゃったらね、ストローオペーションとかやんないでしょ。夜中でストローがなくて自分でやるでしょ。うん、わかんないけど、バイトにそうじゃなくないでしょ。もう使い崩したやつも貼ってね、バインバインってなるようにして、オーナーでもって自分は見てみたいと見ないかもしれない、もしかしたらやらしておけば、あとは出てるね。あれは自分でよくわかんないけど、まあ売っていいものも売ってますけどね、自分で一回ね、作ってみると、コンビニみたいにさ、いろんな花本、こんな音が好きだとか、あんな音が好きだとか、何種類それも当たればいいけどな、それを両方叩けるようになったんだ、それ面白いですよね。ストリオペレーションがあるってことは、バッチにやるってことは、もしかしたら吉田さん、普通のテンポが嫌なことじゃない。
いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらもそうでございます。はい、こちらはね、野原貴子さん、浜松からいただきました。今日は京都のマリック寺について書きたいと思います。マックみたいな感じがしてない。何店舗かオーナーがいて、会社があって、それで何店舗か持ってる感じで。そうです、あの大幕州の総本山になってますね。沢田さん覚えてらっしゃいますか、昭和のグレープのセリアングの遠くに行きたいのコーナーでお尋ねになったと思って行きましたよ。ここはフチャ料理ってのがありましたね。あの要するに精進料理の一種ですけどね。万福寺のに参りますとですね、フチャ料理店がいくつもありましたね。もちろん予約が必要ですけども、フチャ料理は、ね、精進料理ですから、お肉とかはね使ってない。やめた。もうでもね、ちゃんとね、あのあたかもお肉であるかのようなものが出てきたりね、あの、まあ、大豆で作ってるらしいんですけどね。あ、まあその食べ物に惹かれに行ったわけじゃないんですけど、大幕さん万福寺を訪れ、たのは遠くに行きたいがきっかけであったと。とても有名でポピュラーなお寺と思っていたのですが、最近バツ、バツって何？アイベックスね。旧ツイッター、準公式大幕さん万福寺、アット万福寺、アンダーバー X というアカウントを見つけ、読んでいて笑ってしまいました。もうツイッターもあるんだ。https コロンスラッシュスラッシュ、ツイッター .com スラッシュ万福寺バツ。アンダーバーバツですね。準公式とはいえ配管が少ない、今日も空いてる万福寺、賽銭箱に蜘蛛の巣が張ること自体など自虐的な、しかし万福寺への愛が溢れているポストがいっぱいです。そうだったの、そんなに配管者が少ないとは。おそらく新しい宗派ということも関係しているのでしょうが、要するに関係ないと、もっと新しいお寺があります。蓮の名所でもあるようなので、混み合った京都にお疲れ気味の方は大幕へお出かけしてみたらいかがでしょうか。万福寺を盛り上げましょう。このように元気を出しているのは万福寺、私何度かお参りしましたけど、いいお寺ですよ。落ち着いた、ね、素晴らしいお寺さんですけど、確かにちょっと離れてるんでね、まあまあ一般的な人たちは、まあ観光バスがバーンとついてわーっと人が来てっていうようなものではないんですけどもね、もうなんかある程度年取ったこの先一般道ちょっとレンタカーみたいな、ちょっとあろうかっていう感じの人にはね、もうおすすめですね。なんかね、もうすごいね、フチャ料理なんかいただいて美味しいですよ。なかなか食事ですからね、体に応えませんしね、なかなかいいですよ。ダイエット中だなんて方もね、安心してるかなと思ったらいいんですけど、これはね、重要ですね。明日はね、広島で、佐田さん、グレープの選手が起こって、広島文化学院インジニアリングコースで、グレープやりましたが、グレープのグレープセンセーションっていう最新アルバム、2月に出ました。最新アルバムから歌作りをお届けしました。